おはようございます。朝食をお持ちしました。ですか、ドクター。落ち着いて話を聞かせてください。納得のいく内容でしたら、私が旦那様にお取り次ぎしますから。確かに、そういうことでしたら、今はむやみにパニックを起こすようなことは避けるべきでしょうね。いいのですか？ドクターが彼らの秘密の一端に触れたことを知られてしまいますよ。ですが、少々取引が必要かと思います。ドクターがこの件を彼らに話したとして、情報だけを引き出した後、貿易は彼らの息のかかったものに任せ、口封じのために消される、そんなシナリオも考えられます。もう少ししっかりしてください。なるべく情報は小出しにして、彼らにあなた自身の安全を保証させるよう話を進めるのがいいでしょう。では、私は旦那様にドクターのことを取り次いできます。後ほど3階の方へおいでください。入れ。ドクター、火球の要件とは何かね？奴が何か。ではまだ確実ではないのだな。ドクター、君はなぜそれを伝染病と特定したのだね。この島は人的な交流も物流もごく限られたものしかない。外部からそのような病原菌が入ってきたとは少々考えにくいのだがね。証拠だと？
君はさっき検査をしてみなければわからないと言わなかったか？おう。君は伝染病の発生源に心当たりがあるのかね？それは何だ？何？さすがはドクター、実に賢明な判断だ。よかろう、君の安全は保証しよう。そのつもりはないが、信用できるかね？おう、これは困ったな。よろしいでしょうか、ドクターに真の意味で同胞になっていただくのはいかがでしょう？なるほど、その方法があったか。だが、シルビーはそれでいいのか？私の実験は改めて候補者を選定いたします。ならば問題はないな。この流れに入ってしまった以上、彼には最後まで救い人の役割を与えるのが良策かと。聞いての通りだ。君は我らの同胞になりたまえ。そうだ、無論そのためにはオルメタの誓いを立ててもらわねばならん。一度誓いを立てた者は永久に我らの家族として扱われ、我々の秘密はすべて君のものであり、君の秘密はすべて我々のものとなる。どうだね？選択の余地はあまりないと思うが、君自身の意思で答えてもらいたい。オルメタの誓いを立てるか？それでいい、完璧だ。誓いの儀はいずれ家族を集めた席で行ってもらう。それまでドクターには実績を残してほしい。我が家族のために良き行いをすることだ。君の道具にしたまえ。君の判断に委ねる。それは私の信頼の証だよ。安全装置の外し方はわかるかね？何を驚いておる。初心者には厳しい銃だ。後でアントニオにでも教わるといい。では次は君の番だな。伝染病の発生源教えてもらおう。
何のことだね。ん？君はなぜそれを知った？ブルーノ、ブルーノはいるか。はい、お呼びでしょうか。アントニオに南海岸の洞窟を調べさせろ。承知しました。レオハルトのやつめ、あれほどいい聞かせたのに、まだ隠れてこそこそと。ドクター、あやつの検査よろしく頼む。道具になれるいい機会だ。朗報を待ってる。シルビー。しつこい野郎だな。あっち行け。あ？何言ってるんだ。うるせえ。てめえの知ったことか。なんだと？いい加減なことを言うんじゃねえ。ああ？てめえどうしてそれを。そいつははったりだな。テオが俺を売るわけはねえ。あいつは俺のやることに文句はつけられねえんだ。俺が何をしようとあいつは。それは。仕方ねえや。年貢の納め時か。こんな風になりそうな気はしてたぜ。だからあんたから金をせしめて、とんずらしようと思ったんだがな。その前にちょいといいですか、先生。あたしが伝染病だったらこのまま隔離されちまうんでしょ。
実は今やりかけの仕事があるんでさ、そんなに待たせませんから、ちょいと私の小屋まで戻ってもいいですかい。何、ほんの30分ほどでいいんですよ。逃げやしませんって。へえ、まあ好きにしてください。私は戻れさえすればいいんで。そりゃもう。なあ先生。あんたまだマナのことを気に入ってるかい？え、別に何でもねえ。なあ先生。こうなっちゃ隠してもしょうがねえから話すけどよ、俺は別に金目のものが欲しくて死体を盗んでるんじゃねえんだ。そりゃ金歯や指輪を引っこ抜いたりはするけどよ、本当は綺麗な死体を探すためにやってんだ。ああ、あれほど綺麗なものはこの世にねえぜ。あんたも医者だったら俺の気持ちがわかるだろう。勘違いしてほしくねえんだよ。俺は物取りなんかじゃねえ。なあ、それだけは認めてくれよ。頼むよ先生。うん、分かってくれるか。へっ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 。嬉しいね。本当に嬉しいぜ俺は。なあ先生。あんたいい人だな。なあ、聞いてるか先生。昨日のあれはひどかったな。俺は黒いのや黄色いのや赤いのは嫌いなんだよ。そういうのを拾っちまった時はすぐ捨てに行くのさ、あの穴にな。この世で本当に綺麗なのは白いのだけだ。白くて金色で青いのだけだ。それ以外のはゴミだ。ゴミだからポイッと捨てちまうのさ。ああ、白いのはいいな。先生、もう少し喋っていいか。あんた、自分の女を目の前で撃たれたことあるかい？
はあるんだよ。1945年のサラエボだ。赤軍のスナイパーが狙ってやがったんだ。そいつの撃った銃弾は女の顔の上半分を吹き飛ばした。あっけないもんさ。気がついたら死んでやがるんだからな。女は撃たれたことも気がつかねえで、愛の言葉を喋り続けていたよ。下顎だけでな。俺はその時どうしたと思う。ズボンの中で思いっきりぶちまけちまったんだよ。汚ねえとか言うなよ。ああ、あれは本当に気持ちよかったな。この世のものとも思えないほど気持ちよかった。はあ、そういえばそうだ。確かにあの快感を味わってからだ。俺が生きてる女を愛せなくなっちまったのは。すまんなかったかい先生。やっぱりつまんなかったみたいだな。おっと、もうついちまった。そんじゃ俺はちょいっと用事を済ませてくるぜ。あ、なんだ。ここは俺の家だ。わけのわかんねえ野郎だな。何がしてんだ。え？そいつは気がつかなかった。さすが先生、学がありますぜ。そんなにあのガキが心配なら一緒に来ますかい。じゃあさっさとついてきな。どうしました。恥ずかしがってその辺に隠れてるんでしょう。どうしました。顔が真っ青ですぜ。感動の再会ってやつですかい。お楽しみのところ悪いけどよ。そりゃ、鞭で引っ叩いたからに決まってんでしょう。あたしゃね、先生。生きてる人間には指一本触れたくねえんだ。人間なんざどいつもこいつも薄汚ねえ毛玉なんだよ。だから、
棒や鞭で叩いてやるのさ。犬は棒で叩いてしつけるだろう。あんただってそうだ。本当はあんたと話してると鳥肌が立ってんだぜ。同じじゃねえか。犬に自分のトイレを使わせるバカがいるか。ついでに言うと、そのガキの寝床は納屋の藁の上だ。餌はニワトリに食わせる飼料だ。何しやがるんだ、こんちきしょう。知るか、そんなもん。うわサリナ。サリナ。Thank you.